どうもどうも、中野実験室です。マインクラフトです。今日は、新シリーズとしまして、瓦礫の塔を作ろうっていうようなことをやってみようかと思います。村の底を掘る、空から石を積んでくる、そして、瓦礫の塔を作る。という感じですね。で、まあ、名前からして、お察しいただけるかもしれませんけど、まあ、いらないものを積み上げていこうっていう感じなんですけど、いざいらないものと考えると、案外ないですね。この辺の壁とかはちょっとまだハードルが高そうなんで、後々にしていきましょうか。ネザーラックいいですね。この辺の、まあ、使い差しの、原木はちょっと置いときましょうか。使い差しのものとかを、まあ、バンバンと積んでいきたいなっていうような感じですね。ガラスはまあ、またちょっと使いたいことがあるので置いときまして、土も行きましょうか。丸石はまあ材料として使えるので、まあ、こんなもんで行きましょう。で、ベッドがあった方が、作業とかするのに楽な気がするので、ベッドも1個持ってきましょうかね。どっかにベッド置いてなかったかな。こういうようなところのチェストとかにもね、こういらないものが置きっぱなしとかになってるんで、作業台はまあ一個あった方が便利でしょうか。持ってきましょう。ベッドはまあ作りましょうか。羊の毛がまだあったかな。この辺のチェストとかもぐっちゃぐちゃですね、本当に。羊の毛、ないですね。で、ここのベッドはさすがに一番よく使うので、ちょっと避けたい。この辺の下とかにベッドあったかな。あ、ありますね。これ多分そんな使わんでしょうから、これ持ってきましょうか。それと。で、まあ、なぜこう、瓦礫の塔を作りたいかっていうような話なんですけど、こう、マインクラフトってこう、取ったものは何でも再利用できるっていうのが、まあ、いいところであるはずなんですけど、まあ、結局なんかその、なんだかんで使わなかったりとか、ほったらかしになったりとか、っていうのが多いと思います。そしてまあ、私はあんまり作ったことないんですけど、まあ最終的に至るのが、まあ、溶岩式ゴミ捨て場みたいなとか、そういうのになりがちなんですけど、私はその、ゴミ捨てっていうの、ゴミ捨て場っていうのはあんまりこう好きじゃない感じでして、なんでしょうね。ちょっと処理が重くなっていくのが嫌なんで、村とガラスのあれが見えて、ちょっと距離の離れてるところに行こうかと思っています。この辺、もっとギュンと離れてもいいんですけど、ちょっと寂しいかな。あ、でもこの辺にしましょうか。見えてるっていうのがまあ大事ですので。で、まあ、なんとなく最初の土台は 64×の四方、64四方ぐらいでいこうかと思っています。この辺を起点にしてそっち側に行くみたいな感じで行きましょうかね。ちょっとこの辺、水がありますね。この水はまたぐ形で行きましょうか。この辺から行きましょう。はいはい。では、瓦礫の塔。
を作るということで、これが記念すべき第1席目です。ダダダと置いていきましょう。こう、まあ、マインクラフトって建築をするときはこう素材をまあ統一しましょうみたいなとか、そういうのあると思うんですけど、なんかね、これまあ、うまいことモザイク状になるかどうかはわからんですけど、もっとなんかこの気ままに、むちゃくちゃに置いていくようなこともできるんじゃないかっていうようなふうに思ってまして、まあ、だからこれはこう、余ったものをどんどん積み上げていく塔みたいな感じにしようかななんて思っています。まあ別にそれが、素晴らしい発想とも思わないんですけど、空から石を積んでいくやつは、あれは、100% 丸石製でいってますし、あれは丸石製ですし、まあ大抵建築ってまあ素材をね、床は床、壁は壁みたいに素材をこう、こういうようなね、ところとか結構ありえないことをやってるような気がするんですけど、まあ、そういうのじゃなくても、何でもいいからもうバンバン積んでいくんだと、いうようなことを、あ、そうか、これ、64というのが分かりやすくやってますけども、こういう風に途中で変えたりとかしてもいいわけですね、言ったら。気ままに。まあ、ランダムを作り出すってのは結構難しいと思うんですけど、これ2種類ですからそんなにランダム感はないわけですけど、次の面を行くときは4種類のブロックを16個ずつ持っていけば、よりランダムにできるかもしれません。でちゃんとまあ64になるように調節はしながらやっておりますけど、あ、いいですね。あんまりこの辺冒険もしたことないような土地で新しく何かが始まっていくような感じがしていいですね。まあ水源はあえて潰さないでこのままにしていきましょう。で、これで、64四方。64って結構でかいですね。64四方の2辺ができました。ちょっと夜になったので、ベッドを置いて寝ましょうか。ベッドの位置を今後のために、まあ、この中心付近に、ちょうど馬がいるので、この辺に置くことにしましょうかね。どこで作業してても戻ってくれるという感じで。おはようございます。はい、謎の編集点がありましたけど、引き続き、瓦礫を積むやつの続きをやっていこうかと思います。で、ここの面なんですけど、ちょっとまあ、ガラス製にしようかななんて思ってたりするので、あえてこの面は積まないで、次のところに行ってみようかと思います。16と、こんな感じでいきましょう。はいはい、4種類のブロックをランダムに置いていくっていう感じですね。ですので、この内側を整地するかどうかとか、いろいろ問題はあるような気もしますけど、まあ、その辺は、おいおい考えましょう。はいはい。これ、こっちがどうしたかな。64四方にしたいんですから、
これはもしかして60、まあいいか。いいかってことはないですけど、こっちがこうなってるんだったら、ああ、そうか。一個削らんとダメですね。うん、後で削りましょう。この一辺をつなぎ止めたら、一応これで基礎作り編は終了ということで、引き続いて別の話をしながら積んでいくという感じにしましょうか。で、これ、今置いて気づきましたけど、土はあんま良くないですね。もう、一気に置いちゃいますか。もう地面と、最初の基礎の意味で地面と区別がついてないっていう。置きましたから、ここからランダムで。よいしょ。はいはいはい。はいと。ランダムって難しいですね。すでに一種類使ってしまったという。はいはいはい。はいはい。よし。よし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 。こうですね、こうですね。そしてこうで、こうでこうで。こうで、お前はここで何をしてるんだ？こうですね。そしてまあ反対側のやつを一個削ると。うん。うん、ここ一個削っておくと。こんな感じですね。はいと。じゃあ、引き続き、これで基礎ができたということで、引き続きここに、様々なものを積み上げていくという動画をやろうかと思います。うん、この内側とか整地したくなりますけど、まあ、まだちょっと様子を見てみましょうか。はいはい。うん、何をこれを、まあ積んでいくのは確かなんですけど、最終的にこれが何になるかというのはまだ、あまり考えておりません。はい。とりあえず、瓦礫の塔を作る第1回はここまでです。次は、雑談しながら、いろんなものを積み上げていこうかと思います。それではまたお会いしましょう。さようなら。さようなら。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。